JR 東海の社長の発言を国土交通省が注意した問題です。 JR 東海の金子社長は今日の記者会見でリニア工事の有識者の会議での発言を反省し真摯に問題解決に努めたいと話しました。国土交通省で先月27日に開かれた有識者会議の初会合で JR 東海の金子社長は大井川の水問題について静岡県から実現しがたい課題が示されているなどと発言し県と大井川流域の自治体などが抗議していました。これを受けて会議の事務局である国土交通省は関係者間の信頼関係が大切だとして JR 東海の金子社長に反省を促すという注意文書を送りました。私の発言、この会議の障害なり、あるいは関係の皆さんに心配、ご負担をかけることは本意ではありませんし、そういう意味で国交省の注意はしっかり受け止めております。この反省に立ってですね、今後は会議に真摯に対応することで、問題の解決、あるいはその地元の皆さんの心配解消に努めていきたいと、そういうことでございます。金子社長は今日の記者会見で反省の弁を述べました。一方で2027年のリニア開業については工期が切迫していて一日も早く準備を再開する必要があるとしました。